皆さん、こんにちは。本日も動画をご覧いただき、ありがとうございます。今回は、ドジャースの先発投手、加藤山本由伸選手の活躍と、大谷翔平選手の動向についてお伝えします。加藤山本由伸選手は、今シーズン4勝目を挙げました。彼は8イニングを投げ、97球で5安打、5奪三振、無四球の素晴らしいピッチングを見せ、 4試合連続で QS を達成しました。また、199球連続でのストライクダッシュは、2000年以降の記録です。大谷翔平選手は、打撃では絶好調です。現在の成績は、打率やオプスを含むほぼすべての指標でメジャートップで、注目のホームランも自己最高のペースで更新中です。一方、日本のメディアは大谷翔平選手に対する質問が過剰だとの批判があります。 選手たちは、この状況に不快感を示しています。特に、ムーキー・ベッツ選手は、大谷翔平選手についての質問を受けることに疲れ果て、コメントを拒否しました。この議論は続いており、大谷翔平選手の同僚であるマックス・マンシ選手も、同様の質問にうんざりしていることを示しました。彼は大谷翔平選手のプレーを高く評価し、チームメートとして一緒にプレーできることを喜んでいます。 これらの出来事は、今後の試合や選手たちの動向に影響を与える可能性があります。今後の展開に注目しましょう。